はい、皆さん、こんにちは。今日はね、ポルシェフェスティバルの続報が来ましたよね。でね、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけどね、ペック東京ね、ポルシェエクスペリエンスセンター東京でね、こちらで開催決定ということになりましたね。まだ限定的な情報にはなっているんです日付が、はね、2023年6月3と4日、2日間ね、朝から10時からね、18時までというところが変わってですね。で、まあ申し込みはね、4月以降になるよっていう感じになってますね。でね、今回ね、マップの情報が公開されましたね。で、メインステージは、キックプレートのところですね。ペック東京の、トラックにもね、まあ、いくつかあるんですけど、その中のキックプレートのところでやるということですね。で、今回ね、うんと思ったのはポルシェガレージね。皆さんもね、うんと思ったと思うんですよね。ポルシェガレージっていうのは、あれ、両方やんの?みたいな。ポルシェフェスティバルとポルシェガレージが両方やるんだね、みたいなね。いう、こういう記載になってるんですね。で、他の丸、色はあるんですけど、この紫とかね、催し物的なものが開催されるんでしょうね、みたいな。何か置かれるんでしょうね。まあ、アートとかね。まあ、そういうのは置かれるんだろうなと思うんですけど、全部じゃないんでね、これも、まあ、第一弾ですよね。公開情報第一弾みたいな形になってると思うんですね。はい。こちらね、ペック東京ね、ポルシェエクスペリエンスセンターのページですね。はい。こちらの中にキックプレートのね、ページがあるんですよね。で、こちらに、画像が、写真がね、いくつかあるので、ここを見ていこうと思うんですが、まあ、キックプレートって一番最後にできたですね。僕も、キックプレートは、まだやってないんですけど、はい。で、まあ、ここ、結構長いですね。ここに、911置いてありますけど、まあ、結構広いですよね、みたいなのがね。この、水が流れていて、プレートはね、こう動くっていうやつですね。はい。多分これマーカンとかかな。海淵とかですね、この大きさはね。なので、結構入るよね。台数的に言うと、そうね。この感じで言うと、50から100台くらいな感じなのかな。こっちとか、こっちとか、わかんないけど、真ん中に何かこう置いて、両サイドにこう、並べるみたいな感じになるのかな。やるとしたら。で、ここがメイン会場で、ポルシェガレージがここになるってことなんで、この辺になんかなんだろうな。メインステージみたいなのが出来上がっていて、で、こっちに、ポルシェガレージなんで、ここで抽選で当たった人たちが、参加車両が、こっちに並ぶ感じでしょうかね。なので、ここがメインになって、ここから歩いて、違うところに行くみたいな感じなんですかね。これね、またね、ポルシェニュースルームのね、去年やった、中東のドバイでやったポルシェフェスティバルね。こちらにね、動画があるんですよ、ここにね。で、この中にね、会場の様子が収められてるので、こっちをちょっと見てみると参考になる。イメージね、あ、こんな感じでなるんだな、みたいなイメージが持てるんで、ちょっとこっち見ていこうかなと思ってます。はい、こっちね、動画なんですけど、動画はね、そんなに長くないです。1分ちょいとかな。1分30秒ぐらいですかね。の動画になっていまして、で、こう会場のね、様子のところが、出てるんで、そこをね、ちょっと止めてね、見ていきたいなと思うんですね。はい。はい、ここね、一応ね、ここはメインストリートみたいな感じになるんですかね。多分ここはキックプレートのところになるんでしょうね。イメージ的に言うと、ペック東京のね。はい。で、まあ、ここにポルシェガレージに参加されている、抽選で当たった方のね、まあ、レアな個体がここに並ぶんではないかなと思われますよと。はい。で、多分こっちの後ろ側、サイド側にも多分、並ぶんじゃないかな、みたいな。はい。っていう感じですかね。ここがね、これメインストリートですね。で、またね、会場マップに戻ってきたんですけど、どうやって入るんだって話ね。確かね、この辺がね、駐車場ですよ。来場用のね、駐車場があって、ここが建物ですね。で、確かね、この奥、この辺から入れるようになってるんですよ。トラックの方にね。で、こっから入り口入って、ここに入って、こっち行くのか、それともこっち行くのか分かんないんですけど、こう、回って入っていくみたいな感じのね。ポルシェガレージに参加する人たちは。で、普通に、なんだっけな、ポルシェガレージじゃなくて、ポルフェスに参加する人は、こう、建物に入って、記入して、参加証もらうのかなんかわかんないけど、入って、ここから真ん中入って、ここのゲート入って、中入っていくのかわかんないですけど、まあ、そんな感じなんじゃないかなっていう感じですね。
うん、もう少し情報欲しいよねって感じだね。はい。もっと情報くれよって感じだね。ポリシージャパンの皆さんね。もうちょっと、なんかさ、アンドモアだけじゃなくてさ、もう少しなんかワクワクするようなちょっと演出してほしいよね。なんかその、ビップはさ、なんかその、顔が入ってないんだけど、写真見のなばかぼかしみたいな、ぼかしとはないけど、黒いやつあんじゃん。なんかよくわかんないけど、あれでそう、何人くらい、まあ、名前は誰が来るかって公表できないと思うんだけど、3人くらいいてみたいな。おかしいっていうか、なんていうかな、もやがかかってんだけど、この人たちは来る予定ですみたいな。そう、行きたいよ。なんかこう、醸し出すような、こう演出してほしいような、こういうところもね。みたいな。おじいちゃんの皆さん。はい。その辺ではもうちょっと、あれですよ、手があるよね、みたいな。という参考意見にしていただいて、もう少しね、まあ、時間があるんで、情報をね、うまく出していってほしいなと思いました。はい、以上となります。